よし、頑張ろう。なるほどね。スイちゃん平気だよな。よしよし。スイちゃん平気かな。やばいやばい。あああ。まだ大丈夫だ。あ、オッケー。あ、見ます見ます。バイバーイ。戻します。見えてないだろ、多分。誰かおるか。あれ、ルシオさん。これは早すぎー。あの何が起こったの。すいません、あのですね、アドミンで、アドミンで死んでいたんですけれども、はいはい、ですね、はいはい、そのシールドの方から家を走ってきまして、はいはいはい、その道でですね、ルシアさんが走ってきたんですね、下のお部屋からでですね、うんうん、そう、うん、アドミンに入ったら死んでたんですよ、うん、ポルカさんが。やば、カフェテリア、ストレージ、シールド、ナビゲーションって言ってた。アドミンには入ってないっていうこと、ね、入ってない入ってない入ってない。まあルシア、まあルシア、うん、まあ一番グレーに近い、うん、何もしてないのに。今はまだ一人しか死んでないっちゃ死んでないから、うん、とりあえず怪しい、釣って、うん、そう、釣ってでいい気もする。じゃあミュートします。ミュートします。クソがー、何もしてねえだろボケがよ、加減しろ。何もしてねえだろがよ、誰か殺させろよ。ふぅ、な、何、なんかノイルス、なんか怪しかった、やってんのかな、これ。あぁ、ちょっと、できまーす。いや、待って、マジか。あ、まだ一人か。よかったよかったよかった。いや、あのね、カフェテリアの右上のところで死んでたんだけど、はいはい、ルシアちゃんさ、カフェテリア入ってったからどっちか、うんうん、そっからき、あのね、ちょっと待って、地図出す。あの、ちょうどカフェテリアアッパーエンジンから来て、で、カフェテリア通ってきたんだよ、うん、で、あやめ先輩とすれ違って、うん、私、気づかなかった、死体どこにあったのか。だから、また疑われるんだなって今思ってるわ、うん、私なんか、なんでそんな、なんか、あやめ先輩、怪しくない？なんか、疑ってきてめっちゃ。何？もしかしてそういう感じじゃないの？あやめ先輩じゃないの？びっくりしすぎて。材料で怪しいのがルシアちゃんってだけでも。ごめんな。ごめんごめん。ってねえだろうから、ほんとに。誰かしら、ポジト。今日マジで狼になって誰もやってねえんだよ。逃げりにしろよ、ほんとに。